日本と中国の間の問題で、一番大きなものは尖閣諸島についてだよね。知ってる。中国は尖閣諸島の近くの海に侵入しているって話は、ニュースでよく見るよ。メディアでも大々的に取り上げられるほど、この問題は大きくて根強いんだよな。まあ、複雑化させているのは中国の方なんだが。そうそう。かつて尖閣諸島は日本の領土として決定して、その時は中国も何も言わなかったはずなのに、近年では打って変わって領有権を主張し始めているよね。なんで中国はいきなりそんなことを言い始めたのかな？理由はいろいろあるが、何でも尖閣諸島の近海には莫大な原油が埋蔵されているらしく、中国がそれに気づいて狙ってきているって話だな。客観的に見ると、何を今さらって話だよな。宝物が眠っているって聞いて領地を奪おうとするなんて強盗と変わらないじゃん。韓国の竹島問題もそうだけど、中国もそういう身勝手なやり方が目立つからね。もちろん、一括りにはできないかもしれないけど、国民からしてみればどっちも同じに映っちゃうのも仕方ないと思うんだ。何にせよ、この問題は無視できないな。中国の尖閣を奪おうと戦力増強を図っているみたいだし。うん、だから今回はそんな中国の動向やアメリカの動向を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。尖閣諸島近海の接続水域に侵入する中国海警局所属の航船の数頻度は増加の一途をたどり、公式な日本側の統計では2008年の開始以来最大の日数となったことが報じられているよ。中国海警局って？中国海警局っていうのは、日本の海上保安庁に相当する組織だけど、中国内での組織改編の中で武装警察の傘下となっていて、これは準軍事組織と言えるものだから、警察というよりもはるかに軍に近い存在だね。中国海軍と同様に中国海警局も急速に艦艇数を増やしているけど、数だけじゃなくて個艦の大型化も顕著で、従来海上保安庁が持っていた世界最大の称号も1万2000トン級の艦艇を収益させて脱出しているんだって。海上保安庁が純然たる警察機構に位置づけられる日本では、当然その巡視船の兵装も 20mm 機関砲程度の軽武装に過ぎないが、中国海警局の1万2000トン級は 76mm 砲を搭載するなど駆逐艦並みの砲を備えているんだ。もちろん、実際の駆逐艦や海上自衛隊のイージス艦のように対空対戦隊艦などのミサイルまでを備えているわけではないが、戦闘を主眼に置いた艦艇ではないにもかかわらず威嚇には過剰な兵装と言えるだろうな。こうした状況から日本も対抗上から海上自衛隊の艦艇を尖閣諸島海域に差し向けるべきという強硬論もあるけど、先に軍を動かしたと中国に口実を与えることにもなりかねず得策とも言い難いんだよね。ただ現状は尖閣諸島の実効支配をかろうじて日本がこれまで守っているが、ここに来てアメリカでいうところの海兵隊に相当する中国海軍陸戦隊が実際に物理的に上陸し得る能力を飛躍的に向上しつつあるんだ。これまでも中国側の戦略としては民間の中国漁船を装った民兵を尖閣諸島に上陸させ、これを日本側が海上保安庁の力で逮捕拘束した場合、その奪還と称して軍事行動に及ぶ可能性が想定されてきたんだぜ。その場合中国軍は迅速に尖閣諸島への解放を行うとの名目で、兵員を上陸させて確保する作戦を成功させる必要があるが、この実行を後押しする艦艇を次々に建造収益させようとしているって話だ。そんなの自作自演だよ、詐欺だよ。ほんと迷惑な話だよな。うんうん、その任を担う艦艇が中国海軍の07号型強襲揚陸艦で、その一番艦は2020年4月に、火災事故が発生したものの修復されて同年8月にはテスト航海を開始し、2021年には配備される見通しと言われているよ。さらにこの07号型強襲揚陸艦はすでに2番艦が浸水を迎えており、こちらも2022年までの収益の線が濃厚と見られ、続けて3番艦までの建造が開始されている上、総数では8隻が予定されているとも言われているんだ。この07号型強襲揚陸艦の使用は、満載排水量約3万、6004万トン、全長240メートル以上、全幅36メートル以上、固定翼機の搭載予定はないが最大30機前後のヘリと大型の726型揚陸艇2隻を収容可能だと見られているぜ。726型揚陸艇は船体の後部に設けられたウェルドックを通じて運用され、0号式水陸両用歩兵戦闘車等の装甲車両2両と兵員の合計約60トンまでの積載が可能とされているけど、戦車の積載可否については不明のようだね。うわぁ、中国は着々と軍備増強しているね。
ちなみにアメリカ海軍の最新鋭のアメリカ級強襲揚陸艦は、満載排水量約48,570トン、全長 257.3メートル、全幅 32.3メートル、S35 ライトニング2戦闘機 B 型6機と20機前後のヘリの搭載が可能だぜ。07号型強襲揚陸艦とアメリカ級強襲揚陸艦の最大の相違点はウェルドックの有無であり、現在2隻が就役しているアメリカ級にはこれがないため上陸用船艇の運用はできないけど、3番艦からは復活させることが決定しているんだって。アメリカ海軍ではこのアメリカ級強襲揚陸艦の前級にあたるワスプ級を8隻保有していたけど、うち1隻が2020年の火災事故により退役となったため7隻となり、合計で9隻の大型強襲揚陸艦の体制を余儀なくされているよ。世界最大のアメリカ海軍にしても現状9隻に過ぎないこれら大型強襲揚陸艦を、中国海軍は異例の速度で8隻の建造を進めていて、さらに固定翼機の運用も実現するべく時給の076型強襲揚陸艦をも計画しているらしいんだ。2020年末に病気による手術入院説も飛び出すなど様々な憶測を呼んでいる中国の習国家主席だが、これに先立つ2020年10月に海軍陸戦隊の視察を行い、これを精鋭部隊と評する発言をしたと言われているぜ。開発中の07号型強襲揚陸艦などの艦艇の強化増強に加えて習国家主席が海軍陸戦隊を持ち上げた背景には、いよいよ台湾の武力統一に向けた実行部隊としての存在を対外的にアピールする狙いが透けて見えるようだよね。台湾も大変だよね、こんな危ない国が近くにあるんだから。アメリカの大統領選の行方も混迷を極めている2021年の年頭にあたって、このまま民主党バイデン政権の成立となれば、トランプ政権時よりも対中国強硬路線が鳴りを潜めるとの見方が大勢を占めているな。台湾、日本ともにアメリカの援護なしでは中国の恫喝に対抗することが厳しいことは事実だし、限られた予算リソースをどこに注力すべきなのかが問われるのが2021年となるように思えてならないよね。アメリカが頼みの綱って感じだよね。アメリカの協力があって、ようやくイーブンってところかな？だな。日本が表立って戦力を増強することが難しいだろうし。でも、日本も中国に対抗するだけの軍備を整えなきゃ、いざという時が心配だよね。何はともあれ、今後の動きに注目かな？それじゃあこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。